はいそれではイントロダクション関係詞とはを見ていきます、えー、この関係詞について知るためにですね、えー、まずこのような表現を見てください An apple which I bought.、えー、この表現の中でですね一番言いたいのは実はここだけなんですねりんごと、まあ、机の上にある一つのりんごとか そのリンゴが言いたいただけなんですしかしながらもうちょっと詳しく言いたいなとそういう場合にですねこの「りんご」の後ろにですねこういった文を付け足すことができます。Which I 私が買ったリンゴということで,すでこのような名詞をですね後ろ側から就職するものをですね 関係説と言いますこの「節」というのはですね「文と同じ意味です関係文あるいは関係説これ全体が関係説ですそして関係詞とはですねこの関係説の先頭に出てくるものですえ、他にもいろいろありますけれども今「うっチだけ見ておきましょうそしてですねこの which は 何を意味しているかと言いますと a n a p o l を意味しているわけです a n a p o l と Which は同じものです a n a p o l を説明するためにはい今から a n a p o l のことを説明しますよというそういう、えー、要素ですそういうわけでして Which というのは a n a p o l と同じですからこの a n a p o l は Which の 先行詞と言ったりします先行詞はこのケースでいきますと AnnAppleWhich の先行詞は AnnApple ということですそしてですね、えー、一つ大切なことをお知らせしておきたいと思います Bot これ他動詞です 他動詞っていうのはです、ね、一般的に「I bought an apple」のように後ろ側にですね目的語があるはずなんですしかしなこれ目的語がないんですじゃあどこに行っちゃったんだ実はそれがですねウッチなんですもともと「ウェッチ」はここにありましてリンゴと同じものであるから「 ここまで移動してはい私今からリンゴのことを説明しますよと,というわけでして関係説にはですね必ず穴がありますはいじゃあ日本語ではどうなんでしょうかこれ日本語に直しますと私が買った リンゴとこうなりますはいこの中で関係説はりんごを就職してますからねこれが関係説になります日本語のさあ日本語の動詞「買った」これも他動詞です他動詞は目的を取りますのでねそうしますと私が何かを買ったんですけれどもまた同じように「 ここのところに目的語が見えていません日本語はですねたまたま関係詞と呼ばれるような要素がない言語ですじゃあここで何が起きているのか実はですねリンゴがもともとここにありましたそれがここに移動していってるんですということでして 日本語の関係説にも穴がありますですでか英語の関係説にも穴があります。ということでして関係説にはですね、まあ、世界中の言語で、まあ、ほとんどの場合です,穴があります。とても大切なことです。えー、それでは、えー、今日見てきたことをまとめてみたいと思います。はい 1>, 1番関係説とは名詞を修飾する文のことである名詞を修飾する文のことを関係説と言いますそして2番関係説にはですね必ず穴があります3番ですか 関関係係のの先頭に出てくるものを詞と言いますこのケースではウィッチですねそしてこのウィッチが指すものそれを先行詞と言いましてこのケースでは a n a p o l ウィッチの先行詞が a n a p o l ということですそれではイントロダクション関係詞とはこれで終わります